日本新潟県新潟市南区白根白根は新潟県新潟市南区の町屋座。郵便番号は950-1217。江戸期から現在までの地名。1889年のまであった白根村の区域の一部。東白根村とも称し、対岸の西白根村と区別した。地名の由来は開墾時に。 どこを掘っても足の白い根が出てきたとも、三方城の根材にあったためとも言う。また、白蓮型の根っこにあったためとする説もある。北から東回り順に以下の町寺と隣接する。中野口川を挟んで、西白根と隣接。現在でも四と九の月日に開催される六歳、百八十九年以後に、 以下の町時が分立。2018年1月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。リオンドール白根店かつて、この場所には山吉醤油の工場券店舗が存在し、中野口川との間にトロッコのレールが引かれていた。白根市街と新潟都心方面を結ぶ新潟。 交通観光バス W7O の白根線の各駅停車の路線バス車両背後の北越銀行の建物は旧白根町役場庁舎。ありがとうございます。